今から飛ぶ術を活用したパスを紹介します。一般的なパスは力を貯める、または踏ん張ってパスを出します。私たちは骨の動き、または関節の可動域、または落ちる力などを利用してパスを出していきます。今から様々なパスの種類を紹介しますので、ぜひご覧ください。胸からのパスを紹介します。今までのチェストパスは、一度エネルギーを貯めて、そこから一気に手首を返してパスをします。遠くに飛ぶんですが、この予備動作の時に、時間のロスがあります。できればこの真正面に止めた手から、腕を引かないでパスができれば一番速いパスができます。ただし、エネルギーを貯めませんので、遠くに飛ばないんです。で、外をなんとか飛ばしたいと思いまして、新しい技を開発しました。ちょっと来てください。今までのチェストパスです。一度エネルギーを貯めて一気に出す。一度エネルギーを貯めて一気に出す。それに対し、ここから腕を引かないでパスをしたいと思います。そうすると、今までのチェストパスですと全然前に飛びません。ですので、私たちは腕を交差して、できれば肩甲骨もうまく利用してパスを飛ばしたいと。特徴的なのは、腕がクロスします。今までのパスと同じように、スナップを利かして、ボールに回転をつけることもできます。このパスは、一度キャッチしたボールを、一度エネルギーを貯めないでパスを出したいパスです。ですので、キャッチしたらそのまんま腕を引かないで腕をクロスしてパスを出します。急激にクロスして、スナップを立てます。相手に、モーションを察知されづらく、仲間にパスを通しやすいパスになります。このパスの利点がもう一つあります。